ビリビリチャンネル。やっはー。闘技百戦3本目。あ、3本目、イエーイ。イエーイ。どこの闘技ですか？3本目です。3本目はですね、はい、あの、北から攻めていこうっていうことで。あー、なるほど。リベレの近くのところから、どん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 ちょっと南に、ね、南下していく、ね、南下していこうかなっていうことで、はい、今日は、85戦行ったでしょ、1本目に。あれの、ちょっと先にあります。はい。三間峠に来ています。三間峠。あれやね。春に一人旅行したとか、私がね、紀伊半島一周した時に通ったところですね。これね、はい、一応セグメントあるんです。1.1キロ。短いね。短いです。1.1キロ 7.7% っていうね、プロフィールなんですけど、はい、峠ってついてますけど、そんな短くて、セグメントを取りに行くような場所ではなくていいんですよね。確かに、だってさ、もうちょっと登り途中からスタートってことでしょ？そうです、そうです。はい、なんで、皆さんどっか三重とかの方向に行くときに通り過ぎていくような、はい、坂道、はい、こういうちょっと短いところも入れていかんと、やっぱ100本いかないってことで、はい、いろんな細かいところも入れていきます。セグメントあれば、そうです、そうです、そうです。で、今日のテーマはね、はい、5分で登ろう三間峠。イエーイ。誰が私5分で登れたことないんですけど。最高は早い、一番早いタイム。いやー、でもちょっと5分40秒ってそうなんですね。5分走でたまに使ってるんですよ、トレーニングで、はい。あ、じゃあガチこぎの5分40秒、はい、ガチこぎで5分で頂上までたどり着かない感じ、私はね。うんうん、なるほどね。だから早い人が登ったら5分くらいで、それを今日は40秒縮めに行こうってことどうしたっけ、ね、というのもこれ、ちょっとね、ちょっと聞いてくれる、珍しくさ、一緒に自走してきたんやけどさ、後ろ走ってたなんかさ、はい、いつもよりあんた音がさ、ゴーゴー言うのよ。あ、ゴーゴーどうしたんかなーって見たら、うん、これどうしたあ、これどうした見てどうしたん、ジップやん。これ何、リベレに入荷しました。これ何、最新、最新なん、今出てるジップで、最新&最高級の、はい。最高級っていうお値段ですか？はい、最高級のモデルを、もう一番ハイエンドのモデルのホイールを今日持たせてもらってます。あ、いいっすよ。持つね。あ、さ、はい、重さ測ったやん。はいはいはい。私たち。はい、ホイールのせいやったんかな？はい。ね、あ、そう、そうなんです。すっごい軽くなったね。前つけてたホイールもカーボンのいいホイールなんですけど、あれちょっと重量があるホイールやったんですよ。うんうん、車体自体 8.5 とかやったじゃないですか。うん、確か。これ、8キロ切りました。だって、めっちゃ軽かったね、今。すごいやん。7.5 になりました。すごくない？すごいでしょ。ホイール自体の重さはどれぐらいなの？ 200 後半ぐらい。700後半。はい。すごいね。じゃあちょっとだけ紹介させてもらいますね。はい、お願いします。こちら、ZIP の NSW353 っていうモデルでして、うん、リベレに、はい、12月の4日から入荷します。入荷というか、試乗会をすることになってまして。はい、あ、また？はい、そうなんですよ。この間、だから、明暗、うんうん、ウィンスペースやったじゃないですか。すね、あれの ZIP バージョンの試乗会があります。はい、4日から11日まで。はい、約でも1週間ちょっと？全部のモデルってこと？あ、ハイエンドも試せるし、結構あるんですけど、種類。ディスクのブレーキのみの、なんですけど。ディスクのみ。はい、のみにはなるんですけど、試乗会をすることになりまして、はい、早速履かせてもらっちゃった。誰よりも早く。店長よりも早く。すごいね。そう、履いたからにはさ、やっぱり効果をさ。いや、でもさ、履いたらいけるんじゃない？4キロでしょ。履いたらいけるんちゃうかなって、あわい期待寄せてるんですよ。いや、思ったけど、私も思ったけど、はい、見た感じ、ちょっとシャドウあるね。シャドウあるんですよ。あ、お値段言っちゃってもいいですか？ゼロ前後、80万円。70、約80万円ですね。すごくない？ホイール効果で、まあ、40秒ぐらいはさ、さっと、早くなるんじゃないかなって思ってるんですけど、うん、これだから、私がタイム更新できなかったら、ホイールが悪いってことになるから。絶対悪いいや、まだ頑張って更新します。そうやで、だからプレッシャーもあるけど。はい、頑張ってもらえよ。はい、ねえ、この間の逆バージョン。そう、頑張れ緊張するけど。めっちゃ伝わってきたね、緊張が。頑張ってね、はい、頑張りまーす。頑張るぞ
やばい、近いで、ね、え、踏まれどうしよう、せやろ。頑張れ頑張れ。ゴール間もなくです。頑張れ頑張れ。手ぶれ。ゴール。どうやった？最後。自分のベストよりも遅かったです。最初かな。はい。最初から。冷えすぎて。冷えすぎた。もう一回やる。全然踏まれへんくて。もう一回行ってくる。体が冷えました。冷えたね、冷えた冷えた。でもみんな気になるよね。気になるよね。っていうか大誤算です、申し訳ない。調べてなかったのが悪いんですけど、はい、今日あの片道工事で、はい、あの、ね、止められまして、タイムがちゃんと測れませんでした。落ちたね最後ね。わーってなって途中でも踏みやめたんで、うん、あ、もうダメだわってなったんですけど、はい、なんですけど、ね、そんな中、ね、ベストボディー、イエーイ、来た来た来た、やった、すごいやん。20秒一応すごい、ね、通信しました。まあ5分は切れませんでしたけど、それはもうあの止められたせいっていう、まあ、工事があるし、じゃあ大誤算、うさ、踏み始めてさ、あ、踏まれへんってなって、冷えてるってなって、全然足回んなかったんで、の中、の中ベスト更新。ベスト更新できたんで、まあよかったんじゃないかと思っています。うん、それも、すべては春のおかげなんかよかった。お高いホイールは違いますね。やば、そうね。これさ、はい、すごい不思議やねんけどさ、はい、これはなんでこんなさ、段々になってるの？ええやろ、追求すると、はい、ホイールってなみなみになるらしいです。なみなみになってるけど。だから結構胸向かい風やったんですけど、あんまり風感じひんく走れたのもこのなみなみのおかげかなっていう。硬、うん、いホイールとかってあれだったらフルクラムとか結構硬めやったりとかするじゃないですか。はいはい、柔らかい。いや、柔らかいっていうか、高いホイールってあの、ホスピタリティ精神がすごいですね。乗り手をこう、すごいに運んでくれるんですよ。あります、ね、すごい、高級ホテルに泊まる感じですよ。なんかちょっと押してくれてるみたいな雰囲気。あ、そうそう、はいはいはい、あの、ヒルトンホテルみたいな。リッツカールトンみたいな。え、マリオットとか。そうそうそう。誰にでも極上の体験を味わってことができるホイールやなって思いました。それを、はい、試乗をできるってことね。はい、できるんです。4日から。でね。4日から。試乗できるんですけど、一応4日と11。の、日曜日は、プレミアムライドってことで、
スタッフも帯同します。あ、どこかまで連れてってくれるの？はい。それで、私もついていけたら行こうかなと思って、一緒に行けるまで、結構だから1時間ぐらいがっつり試乗することできます。それ以外の曜日は、お貸し出しするので、ちょっと適当に走ってきてください。30分ぐらいで帰ってきてくださいね、っていうシステムの感じの試乗会してます。まあでも、それでも、80万のホイールも頼めしているしね。そうなんです。はい。ようやくなってます。一応身分証明書と、はい、ヘルメットとか自転車があれば、まあ、そうね、そうね。はい。で、よう予約なんで、リベルのハブ、インスタグラムからお願いします。はい、お願いします。私は、暖かくなった春頃に、もう一回タイムに挑戦はい、ご飯切りを。はい。皆さんぜひね、三輪峠 1.1 キロです。まあ、でもね、ほうが、短いからって言ってね、ちょっと舐めてかかってたら、ちょっとあれやで。まあまあ食いって上がるからね。途中でちょっともうやる気を失せたからチャレンジしてみてください。はい、ぜひぜひ。次の作戦をお楽しみに。はい、チャンネル登録と高評価よろしくね。風邪ひかないでね。そうです。